ビンセント・ジョン・ベラスケスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス群ポモナ出身の、プロ野球選手。ウトリョーダ。MLB のフィラデルフィアフィリーズ所属。メディアによっては、ビンス・ベラスケスとも表記される。ヒューストン・アストロズ時代2010年の MLB ドラフトで、ヒューストン・アストロズから2巡目指名され、6月25日に契約。 契約後、参加のルーキー級、グリーンビル・アストロズで8試合に登板し、2勝2敗、防御率3.07だった。オフの9月22日にトミー・ジョン手術を受けた。2011年は前年の手術の影響でシーズンを全休した。2012年は A マイナス9トリシティバレーキャッツで9試合に登板し、4勝1敗、防御率3.35だった。 2013年は A 級クワットシティズリバーバンディッツで25試合に登板し、9勝4敗、3セーブ、防御率3.19だった。8月に A 級ランカスタージェットホークスへ昇格。A 級クワットシティズでは3試合に登板し、0勝2敗、防御率6.14だった。オフの11月4日にアストロズのプロスペクト6位に選ばれた。 2014年は A 級ランカスターで15試合に登板し7勝4敗防御率3.74だった。オフにはアリゾナフォールリーグに参加しソルトリバーラフターズに加入。5試合に登板し2勝2敗防御率6.59だった。11月20日にアストロズとメジャー契約を結び40人枠入りした。2015年は AQ コーパスクリスティフックスで9試合に登板し、33投球回で、防御率1.91、13予視級、45、脱三振などの好成績を記録し、6月10日に、飛び級でメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった、同日のシカゴホワイトソックス戦では先発して5回、無失点と高騰し、勝利投手の権利を持って降板したが、その後チームは、 敗れてしまった。先発当番七試合目となった七月二十一日のボストンレッドソックス戦で初勝利を挙げたが、以降はリリーフを任された。シーズン通算では防御率四点三七、一勝一敗という成績に止まったが、他の部門では五百五十二三回で五十八脱三振を記録し、高い能力の一端を覗かせた。二千十五年十二月十二日、 ジョナサン・アラウス、ケン・ジャイルズとの交換トレードで、ブレッド・オーバー・ホルザー、ハロルド・アラウス、マーク・アッペル、トム・エシェルマンと共にフィラデルフィア・フィリーズに移籍した。2016年4月14日のサンディエゴ・パドレス戦、113級で自身初の関東、完封を記録したが、被安打3無四級、16奪三振、対戦打者数30の圧巻の投球内容だった。 無支球で16奪三振以上を記録したのは史上6人目の快挙だった。この年はフルシーズンとはならなかったが、先発ローテーションの一角を構成して24試合に先発登板。防御率4.121つのメジャー初完封を含む8勝6敗、ホイップ1.33というまずまずの成績を残した。また三振脱出能力に磨きがかかり、 131.0イニングで152個の三振を奪う力投を見せた。ありがとうございます。